会社での業務を終えた柴崎ちゃん、これから電車に乗って帰宅をします。いつもは19時ぐらいなんですけど、ちょっと明日営業周りで朝が早いので、ちょっと早めに帰って家で作業しようかなと思ってます。会社から自宅までは電車で10分くらいだといいます。ずっとなんかにやけてる。それなんか非日常なんで。ああ、人が多いんでどこ歩けばいいか分かんないし、お待たせいたしました、石川さん、ピンクのユーティーとして、人を避けるスキルみたいなのがなかったので、すごい疲れましたね、人も。就職と同時に地方から上京したという柴崎ちゃん。最初は東京の人の多さに戸惑いを隠せなかったとか。普段は一切自炊せず、スーパーで惣菜を買って夕飯を済ませます。ひじき、はい、大好きなんです。あ、もう入っちゃって。いいですか。中に入ると物が少なく、随分と殺風景でした。来週引っ越しをするので、もうほとんど、そうですね、綺麗にしてます。なんか、あれ、この家こんな広かったっけってなってます。なんか物がなくなって。実はこの部屋、会社の寮なんだとか。新入社員は最大3年間、会社が斡旋してくれるマンションに住むことができます。最初はもう土地勘とかなかったんで、寮にとりあえず入ったんですけど、ここだとどうしても休みの日でも会社の人に会っちゃうので、別にそれが嫌とかいうわけではないですけど、なんかお互いなんかプライベートなのにみたいな思っちゃう瞬間があると思うので、引っ越そうかなっていう感じです。荷物はほとんど引っ越し先の自宅に置いてあるそうです。だから自宅撮影が OK だったんですね。そんな中、空手着が入っている箱を見つけました。10年ぐらいです。多分そんなめっちゃ長いわけではないです。とりあえず黒帯だけは取って、そのさらにその黒帯の上の段とかは挑戦してないです。5歳から15歳までの10年間習っていたそうです。あの演舞する方、型を主にやってました。え、どういうのだろう。すごいですね。今もそうなんですけど、負けず嫌いすぎるというか、幼稚園とか男の子と喧嘩したりとかした時に、やっぱ負けたのが悔しくて、どうやったら勝てるかなと思った時に、なんか空手をやってるのをたまたま見て、あ、これなら勝てるんじゃないかと思って始めました。なんか負けたくないというか。意外にも男勝りな一面があるんですね。今でもたまに趣味で空手をするんだとか。在宅作業を終えた柴崎ちゃん、買った惣菜は必ずお皿に移し替えるそうです。すいません、私だけ。全然。疲れがたまった平日は、度数の少ないお酒で、
人晩酌をするといいます。なんか変な感じしますね。夕食後、会社では聞けないプライベートな話もしてくれました。不安より楽しみの方が大きかったですね。もう何時に帰っても口うるさく言ってくる人がいないと思うと天国かなみたいな。めっちゃ厳しかったです。小学生、中学生、高校まで門限が6時だったんですよ、夕方の。あまり友達と長い時間遊ぶとかができなかったので結構窮屈だなとは思ってました。まあ、なんか昔から、まあ、父はちょっとうんって感じではあったんですけど、母が、あ、そう、いいじゃん、頑張れ頑張れみたいな感じで、お父さんにもなんかそれを、まあ、説得じゃないですけど、なんかいい風に言ってくれて、今ではお父さんも結構応援してくれてます。ずっとその大学でも、大学で介護のことをずっと学んで、実習とかで実際に現場に行って、高齢者の身の回りのお世話をします。でなんかそれをやる上で生活の質を高められるような介護や看護をしましょうねっていうのを最近は大切にしているらしいんですけど、人間にあって当たり前の、その性欲っていう部分だけは絶対に触れないというか、どうしてだろうって私はすごい不思議で、タブー視されてることを私が何か一歩踏み出すだけで少しでも変えていけるならというか、同じように疑問を持ってる人たちも同じように一歩を踏み出せたらいいなっていう思いもあって、アダルトの業界に挑戦してみようかなっていうふうに感じました。なんか他には他のところではやってないようなそういう面白いものがたくさんあったので、なんかこういうところならそういう私がやりたいことも受け入れてもらえるというか、率先してやっていこうって言ってくれるんじゃないかなというふうに感じて入社したいなというふうに思いました。将来は高齢者向けのアダルトグッズを開発することが夢なんだと本人は語ってくれました。行ったことないです。一回もないです。呼ぶ人がいないので。大学の頃に別れたのが最後なので、1年半とかそのくらいいないです。男性のタイプ、でも言葉を慎重に選んでる人が好きです。相手がどう思うか、言葉を大事にしてる人ですね。大事にしてる人が好きです。相手が嫌な思いをしないような言葉選びとか言い方、なんかそこに気を使える人は素敵な人だなと思うんで。見た目はそんなに重要視してないので、すごい細い人よりはがっちりむっちりした人の方が好きです。筋肉じゃなくても脂肪でもいいんで、大きめの人が好きですね。どちらかといえばですけど。休みの日は私結構インドアなので、家にいるときはだいたい本を読んだり、ジグソーパズルが好きなのでジグソーパズルをしたりとか、あと最近ゲーム
スイッチを買ったので、あのスマブラを頑張ってやってます。たまに出ていろいろ探検することはありますね。なんか地下にあるちっちゃい、まあ、ライブするとこみたいなに行って、そのまだその世に出てないというか、あんまりそのまだ大きく売れてない芸人さんのなんかコントとかを見に行ったりもしてます。結構一人で行くことが多いんですけど、一緒に行く仲間が増えたらいいなと思って友達を誘ったりして行くこともあります。撮影後、たまには外でデートもしてみたいと本音を漏らしていました。次回、ソフトオンデマンド女性社員の女子会に密着。お酒も進んでガールズトークに花が咲きます。ここでしか聞けないディープな恋愛話や下ネタ連発？ SOD 女子社員、全部さらけ出します。